皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。静岡県の学校情報、今日は静岡県立田形農業高校、こちらを紹介します。田形農業高校、訳すと田農というんですけれど、この説明会に参加した時、うちの学校はこういう学校ですよという説明がありました。静岡県東部の農業教育の拠点校として幅広い教養を身につけ、地域や社会に貢献できる人材を育てる学校だと、こう言っていました。で、この学校、科は5つあります。それぞれの科が2つのコースがあるので、5学科10コース、こういう学校です。で、科ごとのくくり募集もしています。生産科学科と園芸デザイン科、こちらでくくり募集しています。定員が80名で、今年の入試の倍率は 0.81 倍でした。で、生産科学科、こちらは実際に作物を作って流通させて販売するまで、そして農業経営まで、ね、学べる科なんですけど、こちらは生産技術コースと生産物流コース、この2つに分かります。それから園芸デザイン科、これはフラワーデザインコース、これはフラワーアレンジメントなどを学習するところですね。それからガーデンデザインコース、こちらは造園を中心に勉強するコース、この2つに分かります。それから動物科学科、これは1つの科で募集していて、定員は40名、今年の入試の倍率は 1.08 倍でした。こちらは、生産動物コースと動物活用コース、この2つに分かります。生産動物コースは主に畜産などについて学ぶコースで、動物活用コース、これは愛玩動物コースというのがあって、それが名前が変わりました。ペットなど人々と動物の関わり合いについて学ぶコース、このようになっています。それから食品科学科とライフデザイン科、これがくくり募集になっています。定員が80名で、今年の入試の倍率は 1.04 倍でした。食品科学科は食品加工コースと食品栄養コース、この2つに分かれます。そしてライフデザイン科、こちらはフードコースとセラピーコース、この2つに分かれています。で、この学校の魅力は、さまざまな取得できる資格がある、または受験できる検定がたくさんある、こういう部分がやはり実業高校としては強い、そういうふうに感じています。今回は静岡県立田形農業高校、こちらを紹介しました。今日も最後まで見ていただき、どうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。